シュッ。あと10万見さして。高橋選手、ただいま今東洋バッティングコーチといろいろな試行錯誤をしながらこのいい期間に取り組んでおります。バッティングをバットを最短に出す、そして効率よく確率よくボールを捉える、そういうものを課題として今バッティング練習に取り組んでおります。まあ彼はちょっと今あのヘッドバットが下がるとかいろいろそういう課題があるので、ちょうど今いい期間でこういう課題に取り組んでおります。まああとはバッティングはね、まあ入った頃よりすごく良くなってきてね、長打も右の長打長距離打者としてすごく期待かかる選手なので、本当に今年なんか特に勝負にかけている年だと思うので、すごく気合が入っていると思います。まあ、あとは見ての通り顔もイケメンで、何をサボってんすか。サボってない、顔もイケメンで皆さんそういうところに注目してあげてほしいと思います。これ何サボってるの。バッティングの解説、誰の。高橋選手。ああ、シューッ。顔がイケメンで、とてもあの香港さんに顔が似てるので皆さんから香港香港と言われております。シュー。あのシュー取らないと声を聞いてもらわない、まあ、声をシュー、小園選手のバッティングについて、まあ、皆からは小園小園じゃなく小僧小僧と呼ばれております。2年目かね、2年目の彼なので、本当に1年間1軍で経験を積んでいい経験をしたので、その経験を今年しっかりと、出してほしいなと思います。とても元気はつらつだって、技術も高い選手なので、これから本当にカープを背負っていく選手になると思います。ね、本当にバッティングに対しても長打もあるし足もあるし、とても楽しみな選手です。本当、これから、まあ、田中選手としっかりと争って、ショート、セカンド、サードといろんなところのレギュラーを取ってほしい選手であります、ね、本当に今は悩まずどん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 チャレンジしていろんなことに、なことに取り組んでほしいなと思います。性格的にもすごく明るくいい選手ですので、皆さんこれからもどん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 彼に注目してあげて、いい応援アドバイス声をかけてあげてほしいと思います。高橋選手と違って顔もとてもイケメンなので、しっかり応援してあげてください。